ファンタジスタ氏真、始めるよー。包囲するぞ。榊原さん、今回もガンガン行っちゃってー。行く行く行くー。行きすぎー。ふふ、赤子の手をひねるようなものよ。正幸師匠、さすがです。これで南信濃は我らのものじゃな。特殊証券がある深島では何としても取りたいところじゃ。正幸師匠は軍神様と戦っていますから、一旦解散しましょう。戻るぞ。ふむふむ、上杉軍の士気はだいぶ落ちてますね。この城、もらい受ける。おお、榊原さん、さすがです。ようこそ、ノーマルな今川へ。え？はぁ？なんでもござらぬ。榊原さんは解散しましょう。お疲れ様でした。戻るぞ。じゃあ、正幸師匠に出てもらいましょう。8900を率いて、飯山城に進軍じゃあ。出陣するぞ。ついに来たか、山形パパン。頑張ってくだされ。部隊数は少ないが、兵力は上杉軍の方が多いな。今回は神出鬼没で行きましょう。左右の陣の近くに兵を伏せておきましょう。皆の者、我に続け。敵の居所、知れました。逃しはせぬ。赤ドナイパーアンチやりたい。前よっしゃ。97人持っていったぞ。この手、うぬぬ、ババミノは奇襲前に見つかってしまったか。策のある者がいるとのこと。高坂談笑さん、直江花月の隊を煽ってくだされ。この戦、これで終わらせる。やっはは、勝てるとでも思ったか。このままでは敵の居所、知れました。よっしゃ、横槍が決まったな。このままでは。策のある者がいるとのこと。引き続き、談笑は煽ってくだされ。我らの勝ち、揺るがぬぞ。よし、右翼にもカモが来たぞ。お出迎えしてやるのじゃ。始めるぞ。やっはは、勝てるとでも思ったか。よっしゃ、解放したな。敵の居所、知れました。好機は今ぞ。横槍を入れよ。よっしゃ、奇襲が決まったぞ。やりたい、前へ。策のある者がいるとのこと。
マサツグよ、戦況をどう見る？こちらが一枚上手のようですね。せやな。一旦引くぞ。よっしゃ、また回想させたぞ。やりたい、前へ。敵の居所知れましたな。右翼に敵の攻撃が集中してきておるな。一旦引きましょう。始めよう。信綱さん、突撃してくだされ。突き崩せ。よし、室川さん、急襲を決めてくだされ。我らが意地、見せてくれようぞ。攻撃かかれ。敵の居所知れましたな。策のある者がいるとのこと。山形パパン、お待たせしました。出番ですぞ。決して背は見せぬ。それが氏康の誇りよ。昇陽剣の力、見せていただきましょう。敵を制すは我が軍略よ。今一度戦場へ。復帰するの早くない？敵の居所知れました。このままでは。横槍を入れ。今は引こう。よっしゃ。お、さすがは忠次さん。よっしゃー、戦場を制したぞ。足軽隊、前へ。勝って兜の尾を締めよ。おごるでないぞ。お、これは大勝利じゃ。毘沙門天教の呪縛から逃れられない人はお帰りくだされ。かたじけない。うむ。うむむ、甘春がやってきたか。前回より兵数は少ないが、部隊数はきっちり9部隊いるので油断できぬな。本陣切り込みには懲りたので、今回は神出鬼没で行きましょう。左右に分かれて敵を待つぞ。始めましょう。行くぞ。敵の居所が分かりました。見えたぞ。敵の居所が分かりました。赤備えパンチ。放て！うむむ、56パワーか。そろそろ右翼の伏兵を動かしてみましょう。お覚悟願おう。芦田さん、椎名隊に突撃じゃ。息のね、
止めてくれよ。左翼の伏兵は見つかりそうだな。まあいいや、行ってみましょう。覚悟しろ。油断しました。奥様すげー、横槍を入れたぞ。敵の居所が分かりました。隙を見せたな。油断したな。よっしゃ、奇襲成功。気持ちいい。放て。お命令。ぐぬぬ、やはり左翼の奇襲は失敗か。足田さん、土井に突撃じゃ。息のね、止めてくれよ。信忠さん、隠れて隠れて。始めるぞ。この戦、これで終わらせる。今は引く。よし、解凍したな。放て。敵の居所が分かりました。菅沼さん、平林を魚でするのじゃ。我らが力、示すは今だ。成田さんはそこで踏みとどまってくだされ。とっておき、食らわせてくれるわ。奥の手じゃ、見せてやる。その首、この手でいただくとしよう。一度引くぞ。あ、芦田さん、上原城から逃げられなかったの？上杉軍に下っていたのね。放て。一旦引くぞ。策のある者がいるようです。矢を放て。戦を続けようか。やりたい、前。松岡さん、ドラミングの時間よ。この戦、これで終わらせる。足田さんは突撃じゃ。息の根、止めてくれよ。高弘さんも突撃するのじゃ。さて、見つぶしてやるぜ。手置き、食らわせてくれるわ。まだ終わってはおらぬ。やりたい、前へ。早くね。今は引こう。よっしゃ、戦場を制したぞ。天下を滑るまで勝ち続けるのみよ。まあまあの勝利じゃな。報告いたします。先月の収支です。うむ。ご命令を。ついに初の特殊証券を支配下に置いたぞ。早速独占しちゃいましょう。はっ。そして今月も駿河の証券に投資じゃな。かしこまりました。今回は富士吉田城に光栄様を巻きましょう。かしこまりました。引間城でも渋沢公アーカイブスをばらまいて布教活動するのよ。かしこまりました。城も取りましたし、人事を行いましょう。志が天下統一という大きな夢を持っている我が娘に新築のお城をあげましょう。どうかな。パパンのプレゼント、そこで天下統一の練習をするといいぞ。はあ、はあ、承知いたしました。このように無用な目がたまらねえ。
重要拠点の深市城主は、我が妹の瀬名ちゃんの息子である、信康くんにやってもらおうか。はっ！うむ。元気があって大変よろしい。木曽福島城主は義理の弟である、影虎くんにやってもらいましょう。はっ。魂の力道、びくんびくん。こやつ、除雪のお前に。上原城主は諏訪さんにやって。あれ？出陣中ですか？じゃあ、暫定で大久保忠世さんにやってもらおうかのう。かしこまった。じゃあ、与力の人事も行っていきましょう。徳姫はニックキノップの娘ではあるが、信康くんと仲がよろしいようなので一緒にいさせてあげましょう。受けたまわります。もしかして、たびたびノップから参戦要求が来るのは、徳姫を保護しておるからかの？かしこまりました。受けたまわります。かしこまった。はっ！かしこまりました。はっ！この城、もらい受ける。お、山形パパン、お見事です。行くぞ。じゃあ、もう一軒行くぞ。皆の者、我に続け。使いの者が来たようです。お、これはこれは。ねえ、軍神様、今どんな気持ち？ねえ、どんな気持ち？ぬぬぬぬぬぬぬ。目標である深市城も取ったし、取れるとは思ってなかった沼田も取ったし、おまけにこれほどの兵糧をくれるというなら、一旦は僕いたしましょう。よっしゃ、これは完全勝利と言ってよいのではないか？どやあ。本ダムさん、海津城落城まであと一歩だったけど、撤収してくだされ。戻るぞ。じゃあ、皆さん帰りましょ。戻るぞ。今年の正月は駿府館で宴会よう。戻るぞ。うむ、よいぞよいぞ。直家がのんけとして描かれるのは、手段と対象を選ばなかったゆえでございます。直家は金、暴力、ソゲ X と一体見嫌われる手段をためらいなく用い、自らの血縁関係にあるもの、思考を同じくするものなど、感情的に許せない模倣対象を迷いなく打ったのでございます。そんなのんけの体現者たる直家に今、最後の下克上の機会が訪れたのでございます。時は来た、打ったのな、今一度天下に問わん。愚かなる縁無に宙を尽くす、愚かなるニコニコの者たちよ。私が貴様らに惨めなクレッシェンドをくれてやろう。動画界でも随一の実力者である、直家の謀反には多くの者たちが賛同し、浮田家は完全にニコニコを乗っ取る形での、ビリビリを成し遂げるのでございます。のんけ大名、浮田直家、のんけの新たな戦いが今、幕を開けたのでございます。報告いたします。先月の収支です。うむ。表情を行いましょう。策のある方はおられますか？お、二人もシャイニーしておるではないか。新年早々縁起が良いな。我が娘の意見を採用したいが、やはり施策ポイントが高い点を選ばざるを得んな。ポイントだけにな。ガハハハハ。表情を終わります。策がございます。うむ、神の意味なくない？逃げ壇上をセットしましょう。
あとは正嗣から進言があった、馬産地収入増加をセットしましょうか。浪人がいるって？雇わなきゃ。お、素晴らしい能力ですね。ことじけなし。今月は深志牧場に進出進出。はっ。今月は秋田島田店のあたりに投資しましょう。かしこまりました。じゃあ各地の兵力の見直しを行いましょう。かしこまった。はっ。かしこまった。かしこまった。奪った城の修復も行いましょうか。かしこまった。沼田城主は矢沢頼康さんにやってもらいましょう。はっ。上原城主は約束通り地元民の諏訪頼忠さんにやってもらうぞ。はっ。じゃあ少し人事をいじりましょうか。はっ。うむ、よいぞよいぞ。うむ、よいぞよいぞ。魂の指導、ビクンビクン。こやつ、またしても直接脳内に。ああ、やはりのんけは許されないのか。また誘いに来たのか。帰れ帰れ。報告いたします。先月の収支です。うむ。今月は木曽福島牧場に進出進出。かしこまった。神原証券に投資しましょう。はっ。報告いたします。先月の収支です。うむ。ご命令を。今月は先達証券に進出進出。はっ。広告時に投資しましょう。はっ。菊間城にいい種をまきましょう。う。はっ。赤色カラータイマー表示になっていた富士吉田城の兵数を減らしましょう。のんけが負けたか。ニコニコ大勝利だな。報告いたします。先月の収支です。うむ。表情を行いましょう。策のある方はおられますか？むむむ、誰もシャイニーしておらぬではないか。しかしみんないいポイントを叩き出してますね。試作ポイントが高い人を採用しようかのう。同じ考えです。今の私とかけまして坂後の妊婦さんと解きます。その心は？暗算できない。表情を終わります。かような策はいかがでしょうか。ほほう、これは良いですな。今回は安友さんが提案してくれた悪路走破をセットしましょう。
これで少しは兵糧問題が解決するんでしょうか。上原証券に進出進出。はっ。江尻港に投資しましょう。かしこまりました。お金が溜まってきましたね。軍馬を買いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。そうじゃ、税金対策でマイホームを立派に建て替えようぞ。かしこまった。この風景がどう変わるか、今から楽しみじゃのう。誰でもいい。左近を止める人が現れてくれないだろうか。ついに。報告いたします。先月の収支です。うむ。今月は沼田金山に進出進出。かしこまった。御殿場証券に投資じゃ。は。報告いたします。先月の収支です。うむ。ご命令を。今月は室賀証券に進出進出。はお膝元にも投資しましょう。は沼田城はマダルミンが結構いますね。次回開墾するために治水工事をしましょう。は吉田城も堤防工事しましょう。かしこまった。菊間城のスーパー堤防工事も大詰めですな。は岡崎城も灌漑整備をしましょう。はツツジが先は草刈りしましょう。かしこまった。刈谷城も草刈りじゃ。は報告いたします。先月の収支です。うむ。表情を行いましょう。策のある方はおられますか。今月もシャイニーしておらぬな。だんだんポイント感覚が麻痺してきたぞ。シャイニーなんかいらなかったにゃ。大久保さんの方がポイント高いけど、表情集強化を入れたいから、今回は忠勝さんの意見を採用しましょう。素晴らしき策です。表情を終わります。じゃあ、早速表情集強化をセットするぞ。収穫前に農兵年貢増加をセットしましょう。さらに開墾支援をセットしましょう。もう時刻証券で進出できるところはないかな。今回は2回とも投資に当てることにしましょうか。まずは神原証券。は次は貝のツツジが先証券じゃ。はっ。そろそろ軍神様との再戦ができそうだな。どうしようかな。といったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。